皆さんこんにちは。非常識な業種集客コンサルタント高橋貴子です。本日は集客できる女性のためのウェブデザインの考え方、全体設計&写真編ということについてお伝えしたいと思います。先日そうですね、ホームページ自身はなぜ守ったらいいのかみたいなブログお話ししたりとかもしたんですけれども、今日はですね、実際にそのウェブサイトを本当にじゃあ作ろうと思った時に、どこから手を入れてって何を設計したらいいのかっていうお話ですね。項目的には教室系だったらこれがあった方がいいよっていう話はしているんですけれども、そもそものホームページの目的っていうのを最初に自分が決めて、ホームページっていうのは作っていかなくてはいけないっていう、そのあたりからちょっとお話をしたいと思います。まずホームページの目的なんですけれども、申し込みをしてもらうことっていうふうに作る方が一番多分多いと思うんですが、例えばそれがコースとか本当の実務というか本丸のところですね。例えば私で言うとパン教室だったらコースレッスン、これに申し込んでねっていう作りにしているケースとかもありますし、あともうちょっと高額だった時の、美容食学っていう講座を持ってた時の方だと体験会に来てね、15万くらいの講座だったんで体験会に来てね、これがゴールになるケースと、あと私は今自分がこういうふうにやってるコンサルティングですね、そちらの方だとメルマガ登録してねが一応ゴールになってます。で、電子書籍の方の講座だとブランディング、私ってこういう人です、講師ってこういう人です、紹介だから申し込みは違うページで取るっていう、そういう作り方をするホームページなので、ホームページはそのゴールをどうするのかをやっぱり一番最初に決めなくてはいけないので、それによって作り方が全部変わっていくんですね。要はこのホームページに流し込んできたお客さん、それが、例えば YouTube でもいいし Instagram でも構わなくて、ブログ、外からのブログとかそういうものを使って、来てもらった人にどういうアクションを起こしてほしいのかっていうのを自分が最初に決めないとですね、その流れに沿った形でホームページの中を作り込んでいくことができないんですね。大抵の教室の先生は一発申し込みっていう形で構わないと思います。ただ、ちょっと高額の方の講座を持っている方っていうのはやっぱり体験会挟まないと辛いかなとか、また体験会じゃないにしても個別相談会でも構わないんですけど、ちょっとバーチャルだけでは高額のものは難しかったりするケースが多かったりします。なので基本的な流れは、新規のお客様、例えばキーワードで飛んでくるとか、何か SNS を介した状態で飛んでくるだったとしても、訪れたホームページにですね、どういうアクションを起こしてほしいのかっていうのが分かりやすいように、やっぱトップページにそれが書かれている必要がありますね。もっと言うとトップページで制約させちゃうようなトップページを作るっていうやり方もあるんですけれどもね。だからいろんなウェブサイトの診断とかはしますけれども、いろんなテンプレートとかもあるので何とも言えないんですけれども、ヘッダーと呼ばれるこうメインでメインビジュアルになる場所があって、でそこに対して新着とかっていういきなりニュースインフォメーションが入ってきちゃうっていうのはやっぱり惜しいなっていうふうに思いますね。ニュースインフォメーションはあってもいいかなぐらいの感じのイメージですね。トップページっていうのはそこのページに訪れた人が見える、一番最初のファーストインプレッションになる部分なので、人も見た目が大事だしウェブも見た目が大事なんで、そこでこうあれっていう新着情報とかあんまりね、印象っていうか見た目の印象そんなに良くないですよね。もちろん更新されてる内容よりはされてる方がいいんですけど、要はお客様を訪れた方にはファーストビューと呼ばれる一番最初のページを見て何を判断するかっていうと、このウェブサイトは私にとっていいことが書いてあるかどうか、私が欲してる情報が答えがそこに書いてあるかどうか、これをやっぱり瞬時に判断するので、それに近いような状態がなかったとしたらやっぱりダメなんですよね。だからファーストビューっていうのはものすごく大事だし、それをいいかも、このサイト有益かもって思ったらそこの下に続く
文章ですね、リード文っていうふうに言うんですけど、それで引き付けるかどうかでその下を読んでいくかっていうのが決まっていくので、まあ、トップページとか特にそういう意味では大事なページになりますし、トップページを読んで、まあ、どこかに回遊させたとしてもですね、その同じサイトの中、自分が欲しい目的に沿った形で のアクションをしてもらえるように、まあ、やらないといけないわけですよね。なのでホームページだけが全て決めどころじゃないような作り方をしている場合、私の場合には、特にコンサルティングの方に関してはいきなりそれっていうのは基本期待していないので、まずはメルマガを読んでいただいて、私の人となりを知っていただいて、でしばらくした状態で理解できたよ、この人に会ってみたいよとか思ったらセミナーに来てもらう、やサービス申し込んでみたいなって言ったらその時に初めて申し込みが入るっていう形でいいなと思っているので、いきなりそれを見たからといってすぐに申し込むようにしてない設計になってます。ということは、メルマガを申し込みたいと思った時に申し込めるように、メルマガの設置ボックス設置とかボタン設置とか案内設置とか、それがありとあらゆる至る所にボタンが設置されてます。それはその人がここに行きたい、これをどうしようって思ったタイミングでやってもらうっていう、まあそこを中心にやっていく感じになっているからです。だから例えばウェブサイトを作る時にですね、欲しいと思った時に、やりたいと思った時にそのアクションが起こせるような動線設計になってないと、申し込みはやはり入らないということですね。で特に女性の場合には、ビジュアル重視になるようなウェブサイトになっていくケースが多いので、文字ばっかりっていうのはまず厳しいと思います。文字を読むのを喜ぶのは男性ですね。男性のサイトは、ま、もちろん車とかのサイトとかだとこうイメージ戦略でやっているような、例えばスポーツカー、かっこいいスポーツカーがピャーンとかっていうね、こう動く動画じゃないですけど、そうイメージ戦略でやっているようなタイプのサイトもありますが、まあ、大体文章とか長く書いてあったりとか、スペック、どんなにこの車のスペックが今までの車に比べて素晴らしいかみたいなのがコンコンと書いてあるのが割と男性のウェブサイトの、まあ、作り、車とかがいいあれですけどね、まあ車じゃないけど、あとなんだろうな、オーディオとかもそうかな、オーディオとかカメラとかもそうですね。イメージ戦略もありつつも、やっぱりスペックとかその使用重視になってるから、面白いですよ。男性向けの商品のカタログの作り方と、その商品をもしも女性向けに売りたいと思ったら、カメラメーカーが作ってるパンフレットの作り方が全然違いますね。男性の方はやっぱね、スペック重視とかその機能性の重視でやっぱカタログが展開していくんですけど、女性の方にその同じ商品を仮に、まあ同じ商品を女性にってことはあんまりないか、カメラとかでも女性向き、女性に買ってほしいカメラの、商品カタログってスペック後ろの方にちょいちょい載ってるレベルで、それを手に取ったあなたはどんな生活ができるか、だからどんなシーンでこのカメラを使えるかとか、そういうストーリーを書いてるケースの方が多いですね。だから面白いからね、家電屋さんでちょっと一回見てみるといいと思いますよ。男性向けの商品のカタログの作り方と女性向けの商品のカタログの作り方って全然違う。だから家電とかは大概女性をターゲットにしてるんで、洗濯機でも電子レンジでもいいんですけど、まあ、あとはドライヤーとかですね、そういう女性向きだっていうふうに分かってるような商品とかのカタログは女性が分かりやすいように書いてあったりします。手に取った自分、その商品を手に取った自分にどんな未来が待ってるかっていうのがやはり分かりやすく書いてあるのが女性のサイトなんで、まあ、全体設計の中に関わってくるんですけれども、それを感じさせるビジュアルで目で見た瞬間に文字を読まなくてもこの商品は直感的に私の役に立つみたいな、そういうものを想像させないといけないですよね。だから男性のウェブサイトよりも女性のウェブサイトの方がビジュアルは結構こだわって作った方がいいかなというふうに思います。
で、例えばその時とかに、最近これはね買ったんですけども、配色デザインとかっていう、こういう本とかもあったりとか、配色アイディア手帳ですね、こういうのもあってですね、思いとか言葉を言語化して、言語化っていうか言葉をですねビジュアル化するのって結構難しいんですよ。なぜならば自分が思ってる可愛いとか、あったかいとか冷たいとかかっこいいとかっていうのを世間一般の人が色でどう感じるかっていうのを理解して、その色を使っていくっていうことが必要になるので、例えば分かりやすいところで季節ですね、これ秋とかっていうとね、こういう色合いで使っていくと秋っていう感じが伝わるよ。やっぱりブラウン系とか少しこうし落ち着いた感じの色合いとかが多いですよね。だからその言語から感じる、カラーリングをどうするのかっていう、例えばここねフェミニンっていうページがあるんですけど、こういう感じですね。割とこうペールトーンっていってちょっと薄めのやっぱピンクを基調にした感じの、いわゆるこうふわふわっとしたイメージがやっぱフェミニンっていうのは伝えやすい色合いなんだろうなっていうふうに思う。そうですね、例えばあとリュックスとかですね、こういう感じの色合いで、少しグレーシュトーンの薄めの感じの、キンキラキンじゃなくてでも豪華さ優美さとかを感じるような色合いで、どういう配色がいいかとかってね、こういうのも載ってますよね。リュックスっていうのが贅沢とか優雅豪華高価で上品であることっていうことで、豪華な印象の金や銀を淡く優しい色合いにすることで柔らかな表現になるとかね、そんなことが書いてあったりしますけど、要はご自身が感じてる感覚っていうのが色で表現できたりとかしないとですね、ウェブサイト上で相手にそう思ってもらえないっていうことがあるんですよね。だからこれはもう色彩の部分の話になってくるので、データとかもあるんですけれども、いわゆるデザイナーとかロジックでもちろん組み立てていく方もいらっしゃるし、万人がこういうラインで組んでいくとその色っていうのは上品さを感じるよねとか、エキゾチック感があるよねとか、そういう色合いとかあったりするんですね。だから言葉を色で表現するっていうのはある程度こう万人が思う共通の印象っていうのを、把握してやっぱりやっていかないといけないので、このあたりとかもね、ヨーロピアンっていうと、どういうフランスとかにね代表されるような、そういう色合いでとか、あと今言ったエキゾチックとかいうとね、ちょっと強めの印象のなんか中近東とかアラブとかあの辺りをねこうイメージさせるようなちょっと強めの色と、あとカラフルな印象とかもねあったりしますね。これエキゾチックカラーの色合いなんですけど、なので表現、これとかここら辺分かりやすいかな、エコとかね、すがすがしいとか、なんか割とこう緑な感じがやっぱりエコのところはね多いですよね、こういう感じとか。なので女性の場合には特に男性のウェブサイトと違って、すごくビジュアル重視になるケースが多いので、そういう観点で言うと女性のウェブサイトに関しては文章はもちろん書いてもいいんですけれども、文章の量がですねかなり多いと、女性にはあまり好まれないので、分かりやすく画像できちんと伝えていくっていう、それが結構大事だったりします。なのでどういうことをイメージしたらいいのかっていうと、誰に何を提供するサービスの、教室なのかっていうのは当然歌わなくてはいけないんですけれども、同時にですね時間ですね、どういう時にそのウェブサイトというかサービスを使ってほしいのか、例えばそうだな、料理教室だったとしても人、結婚前の人が花嫁修行のために、これ時ですねのために料理を学びたい料理教室で、その人がどういうふうにして検索をして、
自分のサイトにたどり着くかですね。要は近所に通いたいのか、むしろ近所でそれを通ってるのがバレると嫌だから遠くに通いたいとか思ってるのかとか、まあ、そのあたりとかも全体的に理解をして、全体のその動線を設計するっていうことにも多分なっていくんですよね。だからその人は一体どんな時にどういう行動を取るのかっていうのは、自分がターゲットとするお客様の行動とか心理とかを把握しなくてはいけないので、その方たちが読む年代の本とか雑誌とかをちょっと見て研究してくださいとか、その方たちが見るようなテレビとか、そういうものを見ながらどういう行動するのかとかですね。だから私はウェブで今お話をしてますけれども、高年齢の方とかは、チラシとかそういうアナログ媒体の方が話が伝わりやすい。だからウェブを使わない高年齢の方を集客するのはちょっと難しかったりします。今チラシの媒体とかじゃあ何を使ったらいいのっていう話とかもあるので、そういう特性があったりとか、あと若い方ですね、20代とか後半から30代とかはもうほぼ全部スマホで、申し込みとか検索とか、まあ、場合によっては検索そのものも、昔で言うと、ヤフーとかあとはグーグルで検索するっていう文化が今なくなってきてて、 YouTube の中で検索するとか、 Instagram の中でハッシュタグで見つけるとか、 Facebook で探すとか、まあでもインスタと YouTube が多いのかな、若い人だと。そうすると検索エンジン対策って言って、その Google とか Yahoo で引っかかるにいくらいくら努力をしても自分のターゲットとする人がそれを見ていないというのが分かるのであれば、対策としては Instagram とかに露出をするとか、YouTube で露出をするとかっていうことも必要になってくるので、ウェブサイトはもちろん核として持ってた方がいいのは間違いないんですけれども、それを見せるための手段、SNS をどう使っていったらいいのかとかっていうのはこれまた別問題で、属性に合わせて動きとかが、変わってくるっていうことになります。なのでインスタグラムもそうなんですけど、やっぱりビジュアル重視になるので、まあ、特に女性の場合はですね、写真とあとときめくキャッチコピーとか、そのあたりが必要になってくるかな。分かりやすくて、ここ行ってみたいとか、ここって良さそうって思う直感的に感じさせる何かがないと、その先を読んでもらえないという傾向にあったりとかします。なので、特に集客できる女性のためのウェブデザインという考え方からすると、写真っていうのはものすごく重要になってきます。そして同時にですね、まあ、その先のゴール、要はそれがメルマガ登録であろうが、教室に来てもらう、レッスンに申し込んでもらうであろうが、やっぱ制約っていうところはどうしても外せないので、制約率をやっぱり意識した状態でウェブサイトって作っていく方がいいと思ってるんですね。だから集客できる、ウェブサイトのデザインイコール制約できるウェブサイトのデザインになってないと、アクセスと呼ばれる訪問者数をいくらいくら多くやっても結局決まらない作り方になってしまっていたら、そこを集めるだけでものすごい体力がいるんですね。だから最初から制約しやすいように、ウェブサイトを作るということは集客できる、ウェブサイトでもあったりします。だからアクセスの数は多ければいいっていうもんではなくて、逆に絞り込むことでアクセス減ってもいいと思うんですよね。治療院さんでいうと何でも治しますっていう治療院さんよりは、ぎっくり腰専門ですとか肩こり腰痛専門ですとか骨盤矯正専門ですとか針鍼灸が特に得意ですとかっていうふうに言われる方が、より制約に近い人、困ってる人がきちんと集まっていくっていう傾向があるので、そのあたりがウェブサイトに盛り込まれてるかどうかっていうのも、一つ必要になってくる部分です。なのでキーワードっていうのは、まあ、確かにそのウェブサイトの中に埋め込む上で必要なんですけど、でこのキーワードもですね、自分の思い込みだけでは、考えない方がいいですね。私なんかもよく当初
パン教室とかのホームページを作っていた時に、来てくださったお客様に、私の教室どうやって探したんですかって言ったら、まあ大概あのウェブサイトで探してます。どういう探し方をしたんですかっていうと、まあ当時とかは Google か Yahoo ですねの検索窓にですね、横浜パン教室とか天然工房パン教室横浜とか、まあそんな名前で入れたりするような方が多かったように思ってます。なのでそれを知ってたし、自分もそういうキーワードだなっていうふうに理解はしていたので、そちらの方でたどり着いていただけるように、ウェブサイトの中にそういった言葉も入れながら作っていくっていう、やっぱこれは必要最低限やっていくべき内容だと思うんですよね。なのでまあそのお客様が訪れて、そのサイトの中で何をしてほしいのかっていうのに合わせて視線も誘導しないといけないし、ビジュアルもそれに沿って気持ちが盛り上がっていくように、まあ、これも誘導になるんですけれども、写真とかデザイン色ですね、配置していかないといけないですね。であとはその行動に対するハードルの大きさを低くしてあげるっていうことで、私の場合のそのウェブサイトのメルマガ登録っていうのは比較的行動のハードルは低いんですけれども、20万とか30万の講座を、ウェブだけで読ませて入らせようっていうふうにすると、かなりこう書き込みをいっぱいして信頼してもらう、内容をすごく作り込んでいかないと決まりにくいので、大概教室高額のものを、販売したいと考えるときには、信頼関係構築のためには大概、まあ、体験会挟むか、さらにもっと遠い未来の人を集めたければメルマガとか LINE アットの登録を促すとか、このあたりもウェブサイトにどういう設計にしたいかっていうことを決めていかないと、全然こうトンチンカンな動線設計ないしはボタンの配置になっていくので、インサイトっていうのはやっぱり、あ、このウェブサイトはこういう行動を読者にさせたいんだな、読者というか、まあ、クライアントですね、お客さんにさせたいんだなっていうのが明確に分かるサイト、これがやっぱりいいウェブサイトだなっていうふうに思ってます。で、私がウェブ診断をしていて一番感じることは、女性、まあ、特に女性の先生ですね、教室の先生が作るウェブサイトは、まあ、一応申し込みには至るような、まあ、ボタンが配置されていたりとか、なってるんですけれども、お客様が訪れました、見ました、読みました、行きたくなりました、申し込みですっていう流れになってない方が結構多いなっていう感じですね。来ました、こんなのやってます、はい申し込みみたいな、そういうページが結構多いので、まあ、だから結構人は来てるんだけど集客はそこそこできてる風な感じなんだけど制約しないっていう声を聞くのはそのあたりが多いかなっていうふうに思います。ですから理解していただきたいのは、まあ、制約できるようなウェブサイトを作るってことはイコール集客できるウェブサイトを作ることにもなるので、集客の裏には制約が隠れているということを意識して全体設計デザインをしていただければなというふうに思っておりますので、ご参考にされてください。それでは。